えー、ラジオネーム人生塩辛モード。昔、大竹誠さんとガンバレルーヤさんが生放送のラジオをやっていた時のことです。よしこさんが一時休養することになり、マヒルさんは、よっちゃんの分も一人で頑張るぞーと意気込んでラジオに臨んだ結果、うんうん、ラジオ内で大竹さんからのいじりに、一か八か、殺すぞと突っ込んでしまい、<laughs> 大竹さんは驚きのあまり、絶句。 突然訪れた静寂に、リスナーたちは、本当にまひるが大竹さんを殺してしまったんじゃないかと、ざわついたそうです。こ <laughs> <laughs> れすごい、近場近すぎるわ。近場近やなぁ。うん、いや、よっちゃんも言わんから。<laughs> <laughs> よしこも殺すぞまでは言わんから。まひ、うん、<laughs> みたいなタイプが言うのが一番怖いのよな。<laughs> そんなん言うてへんよってな。 ト見えてたってことやろ、でも多分みんなつぶやいてる<な>え殺、殺した殺した殺すぎた <laughs> 頑張ったやろうな、うん